ラブテンアートに見る愛の形シャガールから草間弥生初音ミクまで愛それは人間の根源的で普遍的なテーマであり古今東西あらゆる芸術家たちに多様なインスピレーションを与え続けてきました開館10周年を迎える今回森美術館は 誰ににとっても重要なテーマである愛に注目しますしかし「愛」というテーマはロマンティックで口当たりの良い言葉ではありますが掘り下げれば多様で複雑で不可解です。そのためこの展覧会では5つのキーワードを掲げ70組の作家によるおよそ200の作品を通して「 愛の様々な形をご紹介します美術史を彩る古典から意欲的な現代美術の新作に至るまで時代や地域を超えて選ばれた作品の数々を前に愛というものがいかに複雑で変化に富むものであるか改めて気づかされることでしょうジェフ・クーンズ「聖なるハート」。 なんて巨大な愛のプレゼントでしょう。聖なるハートというタイトルの通り神々しく光に包まれた愛の証のように見えますかもしくはどこか安っぽい偽りの愛のように感じられますか作者のジェフ・クーンズは日常用品をアート作品へと変身させてしまうことで知られる作家です。 この作品は誕生日や祝日といった商業的イベントで売られる安物の大衆商品を美術作品にしたセレブレーションシリーズの一つで街でよく見かけるチョコレートに着想を得たものです金色のセロファンで包まれたチョコはここでは2トンほどもある磨き上げられたステンレスの塊に変わっていますクーンズは、 作品に特別な意味を持たせることを拒否し見る者の,の価値観や趣味によって判断されることを求めていますがなるほどハートという記号が象徴する愛の贈り物は極端に巨大になることでまさにさまざまな意味を持って見るものに迫ってきます第1章では「愛って何?」という根源的な問いをキーワードに 記号化されたたた愛をを表現ししアーティストたちの作品をご紹介します。ラブという文字ハートマークピンク色など愛と結びつく表現は時代地域そして個人によりさまざまに姿を変えつつ同時に見る人それぞれの自由な解釈を映し出すのですロバート・インディアナ「ラブ」。 正方形の中に青と緑を背景に赤で太く書かれた「ラブ」の文字よく見ると鮮やかな色彩の中「王」の文字だけが斜めに配置されています作者のロバート・インディアナはアメリカのポップアートを代表する作家の一人で60年代のアメリカ文化を象徴する記号や言葉を美術作品に取り入れたことで知られます 中でも、この作品を含むラブシリーズは、アメリカの戦後の美術史に残る重要な作品です。このシリーズが生まれるきっかけは、子供の頃、教会で目にしていた神は愛であるという言葉であったと言われます。また、赤、青、緑の鮮やかな色彩は、父親が働いていたガソリンスタンドの赤と緑のロゴを 青空を背景に見ていた記憶にあるようです一方作品が制作された60年代当時はカウンターカルチャーを象徴する言葉ラブピースとも共鳴する言葉でした西山美奈子ザ・ピンク・ハウスカーテンベッドカーペットさらには家具に至るまでピンクで埋め尽くされた部屋 リボンや花柄とともに愛を象徴するハートのマークもそこかしこに飾られていますいわゆるかわいい女の子らしい部屋のはずですがまるで安っぽく飾り立てられたラブホテルのようにも感じられます作者の西山美奈子は1980年代後半から日本特有のかわいい文化と その消費のされ方をテーマに立体作品やインスタレーション作品を発表してきましたこの作品は初期の代表作として知られるもので「リカちゃんハウス」をベースにピンク色の室内を等身大に拡大したものです「かわいい」というよりも「私ってこんなにかわいいのよ」と言わんばかりの部屋はその背後にある女の子の自己愛を グロテスクなまでに生々しく見せています。薬師丸悦子真鍋大と石橋もとい菅野薫ラブプラスワンプラスワン。愛の言葉をマイクに向かって話しかけてみてください。すると、その言葉をタイトルにした愛の歌が聞こえてきます。このユニークなプロジェクトは。 音楽家の薬師丸恵子と、メディアアーティストの真鍋大人と石橋元井のコラボレーションに、データ解析研究開発や広告業に携わる菅野香織を迎えて制作された、この展覧会のための新作です。目の前には歌の歌詞が映し出されますが、愛の言葉はどのようにして一つの歌となって生まれ変わるのでしょう。 マナベ・ダイトはこう語っています。大きい一つのデータベースを作っています。鑑賞者が入力した言葉と関連性の高い言葉をそこから選び出して、一つの愛の歌を作るっていうような作業をしてます。で最終的に生成される歌っていうのは、薬師丸恵子さんの声になって歌われて流れてきます。マナベは、愛について考えるということは、 極めて主観的な作業であることからより客観的に考えられる仕組みを作りたいと考えたといいます動きとかか音楽ってかなり抽象愛の動きみたいなのでじゃあどっから生まれてきたのって,ってもうほとんど求愛行動だったりすると思うんですけどじゃあこれが愛のメロディーに聞こえるのか怒りのメロディーに聞こえるのかみたいなことっていうのはどこでどう誰が決めているのか。 始まってみていろんな人の愛の形っていうのを視覚化するっていうことを考えるきっかけになるといいなっていうふうに思っています鑑賞者の方にはもうものすごくプライベートなことでも結構ですしもう本当に好きなおもちゃのことでもいいし映画のことでもいいし母校のことでもいいしまあ、もちろん家族だとか恋人のことでもいいですしパッと思い浮かんだことを自由に言葉にしてほしいなと思います フランシス・ピカビアカップルの肖像仲むつまじく寄り添うカップルが微笑みを浮かべていますその向こうには花が咲き誇る木の枝をつかもうと戯れるもう一組のカップルの姿が描かれていますどちらのカップルもまるで映画スターのように洗練された姿でまた どこか不自然な構成を見せています一体この絵にはどんな愛の物語が隠されているというのでしょう実はこの絵は雑誌とスナップショットから切り取った写真を画面に貼り付けるコラージュと呼ばれる手法で構成した画面を新たに油絵に描き起こしたものです 20世紀前半に活躍した作者のフランシス・ピカビアは生涯を通じて次々とスタイルを変え新たな表現の可能性に挑戦し続けた画家ですこの作品では元の写真から切り離されることでそれはまた見る人に想像する自由を与えてくれるのです セクション2では、恋する二人をキーワードに、互いを思う二人の気持ちを表現した作品をご紹介しましょう。マルク・シャガール街の上でビテブスクビテブスクの冬の夜20世紀を代表する画家、マルク・シャガールの絵を2点ご紹介しましょう。最初の絵は、 1915年、シャガールが28歳の頃に描かれたものです。故郷のビデブスクの街の上を、恋人たちがふわふわと飛んでいます。男性は恋人を優しく抱きかかえ、女性は湧き上がる幸福な気持ちを表すかのように、右手を大きく開いています。この年、パリから故郷ロシアに戻ったシャガールは、 出会いから六年の時を経て、恋人ベラと結婚しました。そのすぐ後に描かれたこの絵からは、幸福に満ちた結婚生活の様子が伝わってきます。隣の絵に進みます。こちらは先ほどの絵の三十二年後に描かれたものです。心身と雪が降り積もるビテブスクの街の上を、 一組の男女を乗せた赤い馬が駆け抜けています静まり返った暗い夜空の下教会も家々もすべて白い雪に覆われ厳しい冬の寒さに閉じ込められています1941年パリにナチス軍が侵攻した翌年ユダヤ人のシャガールは妻ベラと共にアメリカに亡命しました しかし数年後、ベラは亡命先で伝染病のため亡くなります。この絵でシャガールは、白い花嫁のベールをつけたベラをしっかりと抱き寄せ、ナチスにより破壊された故郷の情景を、ただ静かに見つめているかのようです。舞台は再び故郷ビテブスクの空ですが、ここには、 最愛の人を失った悲しみが感じられます人を愛し恋に身を焦がすこの二点の絵は愛が時代や地域を超えた人間の変わらぬ感情だということを改めて教えてくれます源氏物語絵巻申写日本を代表する愛の物語といえば 平安時代紫式部によって書かれた源氏物語ではないでしょうか主人公の光源氏からその子孫たちに至るまで70年以上にわたり繰り広げられる恋と葛藤の物語は現代においても今なお読む人の心を揺さぶりますここに並んでいるのは12世紀前半に制作された国宝 源氏物語絵巻を現状を模写したものですこちら側の3点は第49条「宿り木を絵にしたもので成長した薫が主役です若くして亡くなった大いきみへの思いを断ち切ることができずその面影を求めて恋そして結婚に悩む薫の姿はかつての光源氏と重なります ケースの向こう側に回りますこちらの3点は第36条、しを絵にしたものです年の離れた源氏のもとに嫁いだ若き女さんの宮は源氏の親友遠野中将の長男柏木と過ちを犯した末不義の息子薫を出産します両親の呵責に苦しんだ末 女さんの宮はついに出家の道を選ぶのです千年ほども昔五十四条にわたるこの壮大な愛の物語に当時の宮廷人が男女問わず皆夢中になっていた様子を思い浮かべてみてください恋というものが今も昔も変わることなく人間の本質に関わるものであることがよくわかります ゴウハルダッシュティ今日の生活と戦争リボンで飾った壊れた車に座る新郎新婦姿の男女見渡す限りの荒野の中向こうには戦車が行き交っています隣に進みます先ほどの2人は家庭を構え夫婦となったのでしょう有志鉄線に。 洗濯した布を干す二人の姿。そして一番右には、防衛のために土のを積み上げ、壁にした空間の中で、テレビを見る姿があります。振り返ってご覧ください。一台の戦車がこちらに銃口を向ける前で、丸テーブルを挟んで食事をしています。緊迫した事態にもかかわらず、二人には、 これといった特別な表情はなく、妻は携帯電話を片手に話をしており、夫はその様子をじっと見つめています。まるでカフェで食事をしているかのような二人の向こうには、もう一台戦車が横切っていくのが見えます。ここに並ぶ四点の写真は、女性アーティスト、ゴウハル・ダシティによる写真シリーズ、 今日のの生活と戦争の一部です1980年イラン・イラク戦争が勃発した年にイランに生まれたダシティは現代イランの生活や社会の問題を写真や映像などを通じて浮かび上がらせます。戦争の真っただ中にいるにもかかわらず当たり前のように日常を送る夫婦の姿には揺るぐことのない 強い絆が感じられますダシティはこの作品を通じて現代イランにおける新しい夫婦そして愛の形を示そうとしているのかもしれませんソフィー・カルどうか元気でこの部屋にはさまざまな女性の写真やテキスト記号などが展示されています 女性たちは広告代理店の重役ユダヤ教の経典タルムードの学者哲学者グラフィックデザイナー作曲家占い師精神分析家キュレーター会計士などさまざまな職種と技能を持っています実はここに並んでいるのは作者のソフィー・カルが恋人から別れのメールを受け取った際文面の最後に どうか元気でだあったことを拡大解釈し元気になるために別の女性たちへそのメールを送り彼女たちにそれぞれ解釈や分析を依頼した結果ですこのユニークなプロジェクトは2007年のベネチア・ビエンナーレで発表されて大きな話題となったもので107人の女性を対象に行われましたここでは その中から22の回答を展示していますオウムや文楽人形にまで解釈を聞いているのは面白いですねソフィー・カルはフランスを代表するコンセプチュアルアーティストでしばしば自らの私的な体験をテーマにこうした一つのルールを定めて他者を巻き込んでいきます今回のプロジェクトでは他者を巻き込むことで 自分自身も失恋を客観的に捉えるようになりいつの間にか愛を失ったことを忘れてしまったかもしれません愛が人間の根源的本能であるならばその喪失もまた激しい痛みと苦しみを伴いますセクション3では「愛を失うとき」をキーワードに愛の喪失による苦悩や 葛藤をめぐる作品をご紹介します。ジョンエバレットミレイ。声を聞かせて。この絵は古代ローマの物語の一場面を描いたものと言われています。失恋した女性のことが忘れられない男が。かつてその女性からもらった恋文を毎晩読んでいました。ある日の明け方。 ベッドのカーテンが開くとそこにはなんとその女性が立っています夢なのか現実なのか婚礼の日の衣装を身にまとった女性は悲しげなそして愛のこもった目で彼を見つめるのです夢とも現実ともつかない女性の姿は怪しい輝きを放っており 恋に焦がれる男の狂気にも近い思いを伝えてきます。作者のジョン・エバレット・ミレイは、1848年のロンドンで、芸術の革新を唱える青年たちによって結成されたグループ、ラファエル・ゼンパの画家の一人です。彼らは、男を破滅へと導く、いわゆる宿命の女性を好んで描きましたが、こうした女性像は、 かの文豪夏目漱石にも影響を与えました。愛の喪失の苦しみは時に人を狂気へと駆り立てますがそれはまた選ばれたものにしか味わうことができない甘美な陶酔のひとときとも言えるのかもしれませんフリーダ・カーロ「私の祖父母両親そして私家系図」 私の祖父母両親そして私家系図というタイトルの通りここには作家フリーダ・カーロの血筋が表されています画面中央屋敷の前に裸で大地を踏みしめる裸の少女がカーロですその後ろには両親の姿がありますが母親の体にへその緒で結ばれた胎児も カーロ自身を表ししているのでしょう。フリーダ・カーロは1907年にメキシコに生まれました母はメキシコ出身で母方の祖父母は画面向かって左側のサボテンの入る大地の上に描かれています一方父はドイツから移住してきたユダヤ人でした父父方の祖父母は、 向かって右の海の上に描かれそのルーツが海外にあることを示しています実はこの絵が描かれる前の年ナチスが支配するドイツでは祖父母まで遡って人種を判別し異人種間の結婚を禁止する法律が制定されましたユダヤ人との根欠であることを堂々と表明する少女の姿には ナチスへの反発を隠さない作家カーロの強い意志が感じられます家族は人間が最初に出会う小さな共同体でありそこには運命的ともいえる「愛」が存在しますセクション4では「家族と愛」をキーワードに愛憎が複雑に絡み合う家族の情景を追っていきます デビッドホックニー「両親」整然とした部屋の中でひっそりと過ごす老夫婦デビッド・ホックニーによるこの作品はタイトルの通り彼の両親を描いたものと思われますじっと座っていることが苦手だったという父親はアメリカの美術評論家エアロン・シャーフによる芸術と写真を読んでいます 一方、母親は椅子ににに優雅に腰をかかけ、静この絵は1977年ホックニーが40歳の頃父親が亡くなる1年前に描かれたものですキャビネットに並んでいるのはホックニーが青年時代から愛読していたというマルセル・プルーストの著書「失われた時を求めて」かもしれません。 その横には、18世紀のフランスの画家、シャルダンの画集があります。鏡には、イタリア・ルネサンス期の画家、ピエロ・デラ・フランチェスカの作品、キリストの洗礼が映っていますね。この絵を描いた当時、ホックニーはこうした古典作品に興味を抱いていたようです。両親の姿に、自らが愛するものを描き込んだこの絵からは、 国に,にとって家族がどれほど大きな存在であったかが伝わってくるようです「ジャャン・ンシャオガン血縁シリーズ血縁、若い娘としての母と画家」と題されたこの絵は中国人アーティストジャン・シャオガンによる大血族シリーズの一つです。ジャンが、 この血縁シリーズを描き始めたきっかけは、実家で古い家族写真を偶然見つけたことでした。文化大革命の影響で精神を病んだ母親が、まだ元気だった頃の若く美しい姿を写真で見たジャンは、とりわけ深い感銘を受けたといいます。薄暗い背景の中、すでに成人した作家自身の隣で、 静かにこちらを見ているのは、若き日の母のイメージなのでしょう。黄色いハイライトに照らされたこの男性の顔には、左方に白いシミのようなものが見えます。左手の壁面にも、二点の血縁シリーズが展示されています。そちらにお進みください。 真正面を向き、ポーズをとる3人の人物を描いたこれらの絵は、スタジオで撮影した伝統的な家族写真のように見えます。しかし、皆表情がなく、画面には不穏な空気が漂っています。毛沢東らによる文化大革命の中、ジャンの両親は再教育収容所に送られました。 彼自身も肉体労働を通じて、社会主義国家建設に協力的な人間にすることを目的とした家法政策のもと、14歳の時、田舎での農作業に従事させられています。ジャンは、国家を巨大な家族のようなものと捉えています。国家という、一つの逃れられない集団に属する家族の姿には、 結束と同時にもろくも崩れ去るような危うさが感じられます「浅田正、志浅田家」シリーズラーメン屋のカウンターで注文を受ける家族息の合った掛け声が聞こえてきそうです手前にいる母親の笑顔がラーメン屋の繁盛ぶりを伝えてきます一方その下を見ると「 場面は一点。家族は皆選挙カーに乗っています。たすきをかけ、立候補したのは浅田家の次男のようです。奥では長男がハンドルを握っています。後部座席では、うぐいす嬢を務めるお母さんの横で、お父さんがにこやかに手を振っています。浅田家シリーズと呼ばれるこの一連の写真作品は、 浅田正氏が自分の両親と兄と4人でさまざまな職業や活動に携わる状況を設定し撮影したものです。浅田によればこのシリーズは写真の専門学校に通っていたときに出されたたった一枚の写真で自分を表現しなさいという課題から生まれたといいます。一生に一枚しか写真を撮れなかったら自分はどういった写真を 撮るのかかなとか自分はどういった写真を持ちたいのかなっていうようなその課題とは全然違う疑問が自分の中で湧いてきて家族を撮りたいっていうようなことを思って家族は僕とお兄ちゃんとお母さんとお父さんの4人家族なんですけれども写真1枚でって思ってるなら自分も入った方がいいだろうと思ったし普通に並んで撮っても自分が思う一生の1枚ではないなと思って。 なんかもっと自分の家族らしい写真を撮りたいなっていうことで昔あった思い出をもう再現する写真を最初に撮ったのが朝だけシリーズのののきっかか、けと言いますすす最初の出来事ででね。ね。21歳の時です、ね、浅田は家族共通の思い出をテーマにした写真を12枚仕上げ卒業課題として提出しますがその後強烈な思い出がなくなり写真が撮れない時期が続きます。 そうした中浅田は未来に目を向けようと考えますふとなんか今まで過去の思い出にすごい囚われていたなと思ったんですじゃあ未来はどうなんだろうっていうことになってではなんか家族全員で、えー、とバンドをしたらどうなるんだろうとかそういう自分未来ももしかしたらあるのかなと思って家族全員で選挙とか消防士とかになっていったんですよね。ああまりににも身近であるために かええっってて見ななくいないる家族という存在浅田はフィクションを巧みに用いながら架空のシチュエーションを体当たりで演じる家族の姿を通じて家族の持つ可能性を引き出していきますまあ家族のある意味み,、ね、みんなバラバラで働いてるんで全員が会う時期っていうのはお正月とかゴールデンウィークとか。 お盆とかっていう時期になってくるんです。それぞれがなんか参加してくれることにプライドを持ってくれて、でやるならやるし頑張ろうね。みたいな形で続いてます。最初の朝だけは4人でスタートしたんですね。で、今はあの朝だけ倍になって8人になってるんです。子供が1人入るだけで今まで取ってきた。取り方と全然変わってくるし、なんかそういった。浅田家の変化っていうのを取っていきたいなと。 思ってますローリー・シモンズラブドーールシリーズ一人の少女の日常を捉えたスナッップショットが並んでいますクッションにもたれてぼんやり考え込んだり窓辺で白馬の王子を待つ花嫁のように振る舞ってみたりそして時にはありったけのアクセサリーを身につけてみたり。 アメリカの少女の青春の甘さ、危うさ切なさが漂ってくるようです。しかし、実はこの少女は作者のローリーシモンズが日本の秋葉原で購入した高級セックスドールです。アメリカコネティカット州の自宅に人形を連れ帰ったシモンズは様々な服に着替えさせました。写真の中の人形は？ まるるで好奇心あふれる少女のように生き生ききとしています男性の性的願望の対象でしかなかったラブドールはシモンズの愛情によって生まれ変わり新たな人生を与えられたのです愛は既存の枠組みや制約を超えて異質な他者との間に橋を架ける力を持っていますセクション5では 多様な愛の表現を探ります森純一静かに祈りを捧げるマリア像をご覧ください像の素材として使われているのはマサゴもしくはリソサムニウムと呼ばれる石灰質を持つ海の重で向こう側の光が時々透けて見えるのが印象的です 作作者のの森純一は、彫刻の新たたなな可能性を探る得意な表現でで注目されてきた作家です。2004年、長崎の平和記念像で特に知られる彫刻家北村聖望の生誕の地で彫刻プロジェクトが開催されることとなりこのリサーチのため島原南有馬町を訪れたことがこの作品が生まれるきっかけとなりました。 いろんなことをリサーチしながら散歩してたらその土地でいうマサゴリソサムニウムっていうものに出会ったんですねこれは何だと思って役場にそれを持って行ったらそれはマサゴというもんですよで、日本ではまあここでしか取れないっていう話を聞いてあ、こんなものが日本にしかもこの島原の地にあったんだと思ってもうこれは使うしかないと思って その素材を持ち帰って僕の生まれ育った長崎市内に入ってきて慣れ親しんだオーラ天主堂とかグラバー亭を散歩してる時にこの像が目に入ってきたんですよね。僕は18歳まで長崎にいたんですけど隣の海西高校という高校の出身っていうのもあってミッション校ですしこのオーラ天主堂を散歩することも多くて。 なんかずっっとあの印象に残ってたそうなんですよその島原で見聞きしたものと自分が慣れ親しんだ長崎の何か象徴的なものをミックスして何か作品ができないかなと思ったのがきっかけなんですけど、はい、大浦天主堂は正式名称を「日本二十六世純教者天主堂」といい。 年、豊臣秀吉の弾圧により処刑された日本初の殉教者である26人のカトリック教徒たちに捧げられた教会です教会が完成したのは1864年当時もまだキリスト教の信仰は禁じられていましたので教会はフランス人のために建てられました翌年建物が公開されると建てられました 裏紙の隠れキリシタンたちが教会を訪れ、キリスト教徒であることをフランス人神父に告白します。この像のモデルとなったマリア像は、日本に数多くの隠れキリシタンたちがいたというビッグニュースを受けて、フランスから記念に送られてきたものです。どちらかというと、僕これ作ってるときは絶望の方が多かった あんまり愛とかその作作品はっってなかった気がしますねそのキリスト教であるとか南有馬町の抱えてしまったいろんな悲惨な歴史だとかそういうものをなんかこう背負い込んで帰ってきちゃったのでなんか結構絶望的な気持ちでこのマリア像を作ってたという記憶がありますけども。 島原の自然の恵みを素材に生まれたマリア像にはキリシタンの苦悩の歴史さらには原爆投下という悲劇のイメージも重なり合いますしかし静かに祈りを捧げるマリアの姿からは絶望ではなくほのかな希望の光が見えるような気がしませんかアルフレド・ジャー「沈黙 A」 沈黙 B 声ここに並ぶ写真を用いたインスタレーションには宮城県石巻市の仮設住宅で暮らす一人の老婆の姿が映し出されています明るい太陽の下プレハブの壁面に描かれた明るい壁画が荷物を運ぶ老婆の孤独を一層際立たせているようにも感じられます作者の アルフレド・ジャーは東日本大震災の翌年の2012年この被災地を訪れました私はそこで沈黙に捕らえられましたこの地域に住む人々の孤独に心打たた。れましたそして悲劇に直面した時社会に愛があるのかないのかそれがあらわになると思いました 30万人と言われる避難区域から逃れてきた被災者こうした家を失った人々に対して日本社会がどのように対処しているのかこれら仮設住宅の光景は多くのことを物語っていますつまり沈黙シリーズはこの悲劇を前にしての日本社会の沈黙そしてまた将来の展望が 全く持てない高齢者たちが多いこの地域で私が感じた沈黙に焦点を当てていますですからこの作品は愛というよりも愛の欠如をテーマにしているのかもしれません右側の壁面へとお進みください声と題されたこの作品は津波によって鉄筋だけが残された 宮城県南三陸町の防災対策庁舎ですここは避難を呼びかけた町の職員遠藤美希さんが亡くなったことで広く知られるようになりました <The Voice. S 1> 声は遠藤美希さんに捧げるオマージュです彼女は声と共に命を亡くしました人々にすぐさま家から避難するように呼びかけながら亡くなりました できる限り多くの人々を救いたいあまりに長いこと呼びかけを続けた結果彼女は帰らぬ人となったのですこれは静津川の防災庁舎を写しただけのシンプルな写真です宵闇に沈もうとする夕方の光景です彼女が命をなくした建物の影しか見えませんこれは彼女へのそして彼女の 彼女が周囲の人々に抱いていた愛へのオマージュなのです。鉄筋だけとなった建物の姿は、人間の愛と尊厳とは何なのか、私たちに問いかけてくるようです。アルフレッド・ジャー法要前の部屋で作家アルフレッド・ジャーによる東日本大震災の 被災地をテーマにした作品をご紹介しましたこの法要も同じくアルフレッド・ジャーの作品で1994年から2000年にかけて行った大規模プロジェクトルワンダプロジェクトの一部ですこのシリーズはルワンダで起きた大虐殺に焦点を当てています嘆 <This project, S 1> かわしいことに世界が無関心でいる前で 100万人とも言われる人々が亡くなりました二人の少年が肩を寄せ合っています二人の姿からは愛や絆、悲しみなど国際社会が表明しなかった様々な思いが伝わってきますカメラの焦点は少年に向けられ二人が目にしているはずのフレームの外で起こっている場面は 私たちには見えないし決して見ることもないことに気づかされることでしょう犠牲者や残虐な場面を示すのに変えて私は子どもたちのボディーランゲージに私たち国際社会が示さなかった愛を表現する姿に焦点を合わせることにしたのですジャーは先ほどの東日本大震災の被災地を含め 常に現場を訪れ自らの目で確かめ作品を制作していきます私の作品はどれもリサーチに基づいています莫大な量のリサーチをしてからでないと考えを表現することに着手できませんですからこれらすべての作品のために膨大なリサーチを行いました 十分な量の情報に達した時のみ責任を持って何かを語れると感じます私の手法はいつも同じですつまり世界を理解してからでないと行動しませんこれらの写真、これらの作品は何が起きているのか理解してから制作しました作品を作るにあたりジャーは報道における 写真や映像の限界を常に意識しているといいますニュースと言われているものは現実を表現したものにすぎません現実ではありませんアーティストもまた作品によって新しい現実を作ります作品とはアーティストが作った新しい現実なのですですから遠く離れた地域をリサーチする時は 事前に収集したある程度の量の情報を現地の現実と付き合わせることになります現地の現実は常にもっとリアルでありまたリサーチした情報とは異なっているものなのです石川真央暑き日々 in 沖縄ここに並んでいるのは 1975年から77年にかけて撮影された石川真央のデビュー作シリーズの一部です私は1953年生まれの沖縄で生まれて沖縄で育って今も沖縄に住んでる沖縄人です1945年に戦争が終わって1972年に日本復帰するまで沖縄は日本から切り離されて米軍の統治下にあって あの日本の憲法が適用されないという厳しい状況にあったわけですよ、その中で、例えば5歳の女の子があの米兵にレイプされて、殺されて道端に捨てられると、あるいは交通事故で引き殺されても、その犯人は本国へいつの間にか逃がされて帰っていると、それを警察が止めることができない、それを日本政府も止めることができないという、理不尽な時代が1972年までの間の27年間あったわけですよ。 そんな中で見たあの理不尽なこの島をね米兵だらけの島を私は絶対写真に撮りたいとでそのうちに高校になった時に私は写真家になるんだって明確に道を決めたのでだから自分の島を撮るという感覚沖縄イーコール米軍基地米軍基地イーコール米兵じゃあ米兵を撮るにはどうしたらいいかああの兵隊専用の外人バーで働こうと。 いうことでこの熱き日々 in 沖縄という今回展示されている写真を撮り始めたんですよ石川は沖縄の問題を知るために米軍兵士を取ろうと黒人兵専用のバーで働き始めたというふうにしばしば紹介されますがこうした表現には反発を感じるといいます 問題という言い方、沖縄問題というくくり方をする、お前らは他人ごとに言ってるなって、私としたら、言葉の反発自体があるわけですよそういう政治的な目から見たんじゃなくて、当時はとにかく兵隊を取ろうということで、とにかく突撃、隣の晩ご飯みたいな感じでね、だから、沖縄問題って私にとってはそうじゃないの、他人が使う言葉であって、私にとって生まれた島を取りたいと思って始めた。 私は米軍に対してはものすごく批判するけれどアメリカ人に戻った時の修復に着替えたトミーやスミスや自民はとても好きだわけだ沖縄人の中には米兵自体を攻める人もいるけれど私は軍が攻めるだから米軍大嫌い米兵大好きって言って品種を買う時もあるけれど私の中ではちゃんと墨み開けてるわけその米兵大好きっていうのが私の熱き日々沖縄に出てくる兵隊たちなのね写真には バーで働く女性たちの姿も数多く映っています彼女たちの姿からはステレオタイプな沖縄のイメージとは全く違う人間の持つポジティブなエネルギーが感じられます私が働いてた頃は生活のために働く時代をもう過ぎ去ってむしろ黒人が好きで働きながら恋愛しているって女の子たちが多かったのでそこには あの純粋な恋愛が生まれてたわけだから平たい話がどんな戦争の最中でも私は男と女の恋愛は生まれると思ってるわけさっき沖縄問題とかっていう話になったけれどそれとは関係ないところでの純粋な男と女の愛がここにはね映ってると思うの男と女のとても純粋な恋愛そして なんで黒人を愛して何があり兵隊を愛して何がありバーで働いて何があり自由に生きて何が悪いっていうたくましい女たちに出会ったからそこに目がいって彼女たちをいっぱいとってるわけ自由奔放に生きてる女たちのたくましさ強さを表してるイーコールラブでしょそれが私はラブだと思ってるシルパーグプタ私もあなたの空の下に生きている。 私もあなたの空の下に生きている同じ意味の言葉が日本語英語そしてウルドゥー語で繰り返し輝きを放っていますウルドゥー語はパキスタンの言語でインド北部のカシミール地方でも公用語として使われていますカシミール地方といえばイギリスから独立する際宗教的理由から分離したインドとパキスタンが その所有権ををめぐりり激ししいい軍事対立を繰り返している土地です作者のシルパー・グプタは1976年インド西部の商業都市ムンバイに生まれました「国が違ってもどのような状況下に置かれていても私たちは今も同じ空の下に生きている」一見ロマンティックな言葉のようですが。 この輝きの背景には争いや対立の絶えない世界においてなお愛はあらゆる対立を超えうるのだというグプタの厳しい信念があるのです草間弥生愛が呼んでいる床や天井から水玉で覆われた突起物がいくつものびています。 鏡に映った水玉はどこまでも広がっていくかのように増殖を続け突起物の色もゆっくりと七色に変化していきます詩を読む声が聞こえてきますね作家草間彌生が自ら書いた「愛」をテーマにした詩「落類の巨城に住みて」を読んでいる声です。草間は 地球、月、太陽、人間など、死んだ万象のすべては、無数の水玉でできていて、その水玉を反復増殖させることは、自己を消滅させて、宇宙の根源に立ち返ることと考えています。愛は、草間にとって永遠のテーマです。無限に増殖する水玉とともに、愛の対象は。 事故からすべての人類や生き物そして宇宙へと際限なく広がっていくのです時代や地域を超えて選ばれた愛をめぐる作品の数々いかがでしたか恋愛家族愛そして人類愛へと広がる愛時に憎しみや嫉妬 破滅にもつながる愛。あらゆる対立を超越する愛さらにはインターネット社会における新たな愛人類にとって愛はこれからも永遠のテーマであり続けることでしょう本日はアートパート音声ガイドをご利用いただき誠にありがとうございました。 また森美術館には現代アートをもっとお楽しみいただけるメンバーになると森美術館の展覧会をいつでも無料でご覧いただけますさらにオープニングレセプションアーティストを囲むトークメンバーズパーティーなどイベントのご案内やカタログやミュージアムショップでの割引などさまざまな特典をご用意しています 詳しくは出口のチラシコーナーにあるパンフレットをご覧の上この機会にぜひご入会ください「ラブ展アートに見る愛の形」「シャガールから草間弥生初音ミクまで音声ガイド」「企画制作森美術館アートパート」